はい、カジノ、よかったね。よし、ありがとうございます。競輪は番手やね。そうですね、あの展開一本のこと、はい、番手回ればさ、前抜けば。そうですね、あの本当3日間とも前のおかげだなっていうのがすごいありますさ。うん、でもどうだった4コーナー、ちょっとうちの方から行かれてたけど。そうですね、これ大丈夫なのかなっていうのはちょっとあったんですけど、そうです、最高潮最後しちゃったんですけど、うん、まあしっかり踏めてたんでどうかなっていうのが。あと外も来てたけど。そうですねやっぱ自分が一番しないんでちょっとそわそわしたんですけどね。あの、うん、軍事が行った時はもうあっこは多分対処できないなっていうか、大きく持っていってももうどうもならないなと思ったん で、うん、で和田君もちょっときつそうにはしてたんですけど、まあぴったりだったんで諦めました。まあ結局はスピードが違うのに変なことやるとね。そうですね、はい、アクシデントつながるしね、うん、最後はね吉田が突っ込んだ時にちょっと島が当たってたけど。そうですね、多分僕と島川の間割りたかったんだと思うんですけど、うん、まあ、でもね、そこはつい刺しちゃったんだと思うですね。なんか抑えられて、多分僕が外に踏むだろうと思って打ち入ってたと思うんですけど、うん、あの時ちょっとあたあの吉田と当たってたんですが、はい、接触して抑えたんだ、ね、抑え込んでまた、うん、もう一個打ちてたんで、だからあれ抑えなければ多分間に入られてる。そうですね、はい、よかった、うん、そこちょっと冷静に走れたんでちょっと助かりました。そこらでさすがベテランやなと。もうやっぱそこ のみというかね、足がないんでそこだけなんですけど、ね、でも久しぶりの決勝。そうですね、ね、はい、あの一時なんか穴男みたいにちょこちょこ乗ったりしたけど久しぶりにちょっとあの大きいところで確定版乗れて、うん、はい、2レースまだあるんで、まあ、どんなメンバーになるか分かんないけど、まあ、目標なくてもですね、はい、あの、まあ、もちろん目標いってほしいですけど、うん、あの、はい、しっかり頑張れるというか、走れる状態ではあると思うんで、ね、はい、どっか今回どうなのコンディションは。まあ、思ったより、いいです。あの悪いのかなとみんな言ってたんですけど、うん、実際軽いです、はい、風とかあんまり気にならない。はい、気にならないです、はい、なんか外で見てると結構強い風吹いてるように感じるんだけど。そうですね、あのホームがちょっと向かってるなと思うんですけど、うん、その倍ぐらいバックがなんか追ってる感じなんで、うん、なんかみんな多分軽いと思ってる。じゃあかけちゃったら、ね、かけちゃった方がいいってことね、はい、だと思います、はい、だからみんな仕掛け早い。まあ、タイムも ね、いいし、はい、垂れちゃうし。そうなんですね、いいタイミング4くらいからドンっていったやつは大概残っちゃうもんね。そうですね、はい、うん、じゃあ明日また、はい、あのベテランらしい走りで、そうですね、はい、どっか場所見つけて、はい、頑張って、はいはい、じゃあファンの皆さん一言。明日もしっかり頑張ります。応援します。